様より連合2018新年交換会を開催いたします。本日の集いは新しい年を迎え、決意も新たに連合運動をさらに前進させるべく開催させていただくものでございます。皆さん明けましておめでとうございます。去年のこの場でどういうことを申し上げたのかということをですね、振り返りますと、取り年でしたから取りに行く年だと、いうことを申し上げて、私が言ったからということではありませんが、中小が大手を上回る、あるいは非正規の方々の賃金アップ率が正規の方々のその分を上回る、そういう成果を連合の仲間が引き出してくれた、どうも聞き及ぶところでは、安倍総理、今日もどこかで 3% という話をされておられたようです。連合は 2+2の 4%、 4% 程度を中心ということの考え方を出しています。ただ私は数字も大事ですけども、やっぱりいかに底上げを図っていくのかということこそが大事だというふうに思っています。すべての働く者のための存在として連合はこの春季生活闘争をしっかりと前に進んでいくということを申し上げておきたいと思います。それからもう一つ、包摂社会、私ども労働組合は分断ということを最も嫌う組織であります。世界中でこの分断、対立、そんなことが心配をされている、そういう中にあって、労働運動の国際的なつながりも含めて、私どもは包摂社会ということを目指す存在だと、改めて懐深く、懐を広く、そういうその合意形成の政治に向かって野党の皆さん方も力を合わせてもらいたいと、いうことをこの場を借りて一言を申し上げておきたいなというふうに思います。そういうことで、今年は寅年、発信をしていく年だと思っています。ここ掘れワンワン、何を急に言い出すかと思われるかもしれませんが、犬には大変な予知能力があります。宝物が連合にはあると思ってます。すべての働く者のための存在として、真ん中の広い大きな道をまっすぐ進むんだということにおいて、いろんな宝があるというふうに思っています。その宝を皆さん方にしっかりとお見せをしていく、そのことをお誓いを申し上げまして、1年の冒頭の連合としての決意とさせていただきます。どうか今日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。新年明けましておめでとうございます。連合においては、今日いただいたパンフレットの中にもありましたが、働くことを軸とする安心社会の実現に向けた取り組みを進められております。私どもも働き方改革をはじめとした、こうした進めているその方向、また進むべき頂きにおいては、同じ方向を向かって進んでいるというふうに考えております。今後とも皆さん方のご意見を十分にお伺いをしながら、一つ一つの課題の解決に向けて具体的に取り組みを進めさせていただきたいと思っております。どうか皆さん方のご理解とご協力を心よりお願いを申し上げます。皆さん明けましておめでとうございます。日本の企業の最大の競争力は、有効な労使関係にあると私どもは確信しております。人手不足がですね、日本の経済に悪影響を与えるかもしれないというこの危機においてですね、大変有効な労使関係をもってして、ぜひ働き方改革を強力に推進してですね、その難局をですね、ぜひ皆様方とですね、チャンスに変えれればなというふうに願っております。ありがとうございました。木戸副会長、どうもありがとうございました。それでは恒例によりまして、働く人たちの幸せと連合運動の前進を記念して、連合新春鏡開きに移りたいと存じます。それではよろしいでしょうか。働く人たちの幸せを記念して、1、2の3、よいしょ。
ご登壇の皆様、恐れ入りますが、今しばらくそのままでお待ちください。改めまして、明けましておめでとうございます。働く人の幸せのために、そして連合運動の前進のために、そしてご参会の皆様方のご健勝、ご発展を記念して乾杯をしたいと思います。ご唱和ください。乾杯。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、どうぞご歓談くださいませ。皆さん、明けましておめでとうございます。本日は、連合交換会に足を運びいただきましてありがとうございました。おかげさまをもちまして、政界のうちに、お開きの時間ということとなりました。ご来賓の皆さんからも、さまざまご祝辞を頂戴し、連合に対する期待も大きく寄せていただいたと、このように理解をいたすところであります。それでは皆様のご健勝とご発展、そして働く仲間の幸せを心から願って一本締めをさせていただきたいと思います。それではお手を拝借。よーっ、ありがとうございました。